はい、ワクワクスイーツ続きからやっていきたいと思います。前回やってからですね、ちょっと合言葉を入力して服を増やしたのと、あと持ち物がちょっと増えております。作りました。はい、ちょっと服着替えます。なんかね、結構可愛いのが、あー、ちょっとこれはキッズだね。あ、すごいすごい、ファッションジャケット、イエローニットワンピ。いや、私このチョコレートコートがめっちゃ可愛いなと思って。可愛くない？優勝よし、ではですね、テーザー下まで休んで、で、あの道端にいる人たちにちょっと食べ物を配りましょう前回もね、それができなかったのがやっぱ良くないなと思うので。ただね、欲しがってるものじゃないものあげてもしょうがないので、あら、お嬢さん、ちょっと聞いてくれるかしら？何かしら？え？ドン引き。お友達の家に行こうと思ってね、何か美味しいお菓子でも買っていこうと思ったのよ。それでお菓子屋さんに寄ったんだけど、どれもこれも美味しそうで、ほんと困っちゃうわよ。全部買いなさい。それでいいお菓子が見つかったから、買ったのはいいけど、あまりにも美味しそうだったから、つい自分で食べちゃって、え、やばくない？この人。大丈夫？本当に。早くじゃ聞き取れない。すいません。あら、ごめんなさいね。私、ナオコっていうの。あら、あんたお名前は？ユタです。すいません、ちょっとお話は聞き取れなくて。もう、そうならそうと言ってくれなきゃ。よく言われるのよね、早口だって。そうなんだ。それでね、ペラ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 。怖くない？これはダメだわ。止まる気配がない。そうだ、飲み込むのに時間のかかるモナカを食べさせよう。これないもん。え、現状すでにモナカをさ、持ってないといけないってこと？長い話だった。あるよね。でもモナカで黙らせようって新しくない？結構新しいよね。大丈夫かな。こんにちは。この前ごめんなさい。私のお菓子を参考にしたかったはずなのに。あら、いいだよ。そんなの気にしないで。無理を言ってんだ、私なんだから。何でもいいんだよね、この人確か。どうですか？ゆたちゃんの作るお菓子って美味しいわね。どうしてこんな上手に作れるのかしら。いい感じ？私、フィルルージュっていうお菓子屋さんで働いてるんです。あら、そうだったの。パティシエさんだったのね。だからこんなに美味しく作れちゃうのね。よかったらお菓子買いに来てください。なるほど、こういう宣伝活動してるのね。ありが、偉いわね、なんかね。親子でお菓子作り楽しそうだよね。私もお母さんと作ってたな。隣で飲み食いしてばっかり、よくないな。そう、図星だわ。何今の。そう、図星だわ。でも、とりあえず渡せてよかったね。としこさん。やばい、連続してる。こんにちは。ごきげんよう。はい。和菓子ですよね。あります。ちゃんと作りました。としこさんのために。ね。そう、大丈夫です。はい。どら焼きです。これは美味しいわね。こんなに美味しい和菓子は初めてよ。この和菓子はどこで買ってきたの？それ私が作ったんですよ。私、フィルルージュっていうお菓子屋さんで働いてるんです。そんなに若いのに職人さんなのね。よかったらお菓子買いに来てくださいね。そうね。ぜひ寄らせていただくわ。なるほど。でも別にこれでメニューが増えるわけじゃないもんね。一人暮らしはなんだか寂しいもんね。寂しいとか、冗談がうまいフィ。君には僕の僕がついてるフィ。寂しいやつがないフィ。そんなことよく自分で言えればね。怖っ。急に冷酷。
やばい、もう持ち物あれだよ。一個しかないよ。なんか作っといた方がいいかな。でも焼き菓子と和菓子もねってそれしかないから、まあ、一回いっか。エクレアね、うーん、作った方がいいのかな。7日だからもう1週間経ちましたね。うん、びっくりマークがないわ。公園、入れないわ。まあそうね、お店に入るぐらいしかちょっとないもんね。傘しか出てこないんだけど。私が持ってるレシピマジでないんだっていいのが作らねえっていう選択肢じゃない。これレシピってどう増やすん。マジレシピがないんだけど。しんどい。結構しんどくないですか、このレシピでやっていくの。マジ全部100点やしな。この説明もう飛ばしたいよね、賞味ね。飛ばせない。いいです。分かってます。いくら私でも。はい。ビレンだ。毎回同じお菓子作ってるこいつって感じだよね。それはね、私も思ってる。なんならこの動画撮る前にちょっとせっせとやってる時も作ったからね。エクレアは作ってないからいいんだけど、うん、そうなんだよね。どうやってメニュー増やすんだろう。やっぱあの町の人たちでもさ、モナカそもそもないしな。そうだよね、お菓子の増やし方ね。お菓子作りながらお菓子の増やし方ちょっと調べようかな。どんなっていうね。よいしょ。まあこれはね、さあ生地を絞っていくよ。はい、あ、このゲーム一応あれらしいですよ、あのあれみたいです。あるみたいですよ、あのエンディングがちゃんと。行きたいね、エンディングね。絶対同じスイーツ作ったら無理だよね。はい、あ、やっぱ町の人と交流を増やしてレシピをもらわないといけないらしいですよ。交流が足りないんだ、私人々との交流しようね。はい、ちょっともうこの司たちと交流してる場合じゃないってことよね。司たちが悪いわけじゃないんだけどね。ごめんねって感じ。めっちゃ連打してるのが分かるよね、これね。消しちゃうよね。クリア作るの何回目だろうね。
あ、待って待って、なんかうまくいかない。はい。急いで。うまくいってないよ、なんか知らないけど。はい。これプロいよね、私ね。線まで入れるという行為だけは。はい。あと何個だっけ？あ、違う。このね、エクレアの作りの大変なところって、この後の、あれだよね。クリームじゃない、チョコレートつける作業が大変なんだよね。てか、ここで作ったやつもさ、手持ちに入れたい。ね、持ち物として。ね。1個ぐらいくれたっていいじゃないっていう。よし、やってみようじゃないのよ、ほんと。これ多分自由に動かせたら楽なんだけどね、もうちょっとね。これは大人がやるにはなかなか作業よね。何個だっけ？結構な数だったよね。これ今3、6ぐらいだっけ？ 5 だっけ？町の人と交流か。一回物あげたぐらいじゃメニューはくれないってことよね。そういうことになるよね、でもね。はいしか言ってない。はい。100点だよね。このエクレアくれ。合格だよ。お給料でメニュー変えたらな、いいことなんだけどね。500円ということで。誰もいないんだよね。入れないんだよね。雑貨屋さん入れてよ。高くない？待って、レシピあったわ。最低。レシピあった。あ、これでいけるじゃん。あ、じゃあ一気に作ります。モナカ。まんじゅう、シュークリーム、プリン、アイス、ドーナツ。よっしゃ。よっしゃ、じゃないよ。じゃあ、どうしようかな。なんか、あそこのゲージを増やした方がいいらしいんですよ。なんていうの、羽生えてるじゃない？あれの下のゲージを。お店でやった方がいいらしいんですよね、でもそれは。やります。何作る？またつかさ？つかさしかいないじゃん、この店。なんで？メンズ結構いたよね。欲しいの。
シュークリームとさっきとあんま変わんないから、バニラアイス。え、嘘でしょ？バニラアイスそんだけ作業。だってこれさ、出来上がったものを乗せるだけよ、これ。びっくりなんだけど。え、それって料理？もっと近くで起きなさい。そんな、上から降らせるから落ちるのよ。でも致し方ないわね、こっち。綺麗じゃない。え、終わった。アイスめっちゃ簡単。ありがてえ。ねえ。もうバニラアイスだけでいいんじゃない？私。え、これで給料もらうの申し訳ないわ。よし。え、これで増えてんのかな？そこの虹。安っ。安いね。あ、でも半分いってるよ。半分いってるってことは進んでるってことだよね。え、じゃあ残りはちょっとさ、新メニュー作りまくるわ。それでいこう。で、お金もらって、ね、いっぱい買いましょう。町の人とも交流は当然図りたいけど、まあ、それはまあ、もっとメニュー増やしてからでもいいよね。どうしてね、本当に。これはだから、司が私のことを好きってことだよね。好きすぎて、もうずっといるみたいな。もしか暇なのかな。ドーナツ。ドーナツ結構作業量多そう。油で揚げなきゃだし。多すぎてもダメだって。あらららら。お菓子漬けってそういうもんだよね。え、ダメじゃない？ちょっと多いって。いいの？それ、すごくいい出来なの？ちょっと多かったけど。いいんだ、優しい世界。シンプルな作業よね。でも薄くなっちゃわない？これここまで伸ばしちゃうとね。いいみたいです。穴開けよう。はい。うわ、ちゃんと真ん中開けなきゃダメだみたいな。シビアなんだろうな。よし。
待って。こっちで操作じゃなかったわ。そうだよね。うん。てっきりさ、この丸いのがビュンビュンビュン動いてて、綺麗にちゃんと真ん中でパーンと押さないと開かないよみたいな、そういう系かと思ったよ。違ったね。うん、そうだよね。そうだよね。よし。冬でも美味しそう。なんか生ドーナツとかあるじゃん。そういうことでしょ、これ。え、違う生ドーナツの生って何の生だったっけ。生地が生って意味ではなかったもんな。うん。なんか、しっとりしてますみたいな料理だっけ。私そういうのより普通のドーナツの方が好きだな。うん。はーい。よし、これ給料高そう。え、これどんどん入れようよ。一個ずつなんて割に合わない。うん、いいね。うん、とてもいい色ね。こんなすぐ上がる？ちょっとまあそうね、上がるんでしょう。ちょっと最近さ、ミスド食べたい欲がすごくて、個人的にミスド食べたくなってきたな。どうしよう。買うか。今住んでるとこ的にミスドはね、行けなくない距離にはあるんだけど、微妙に近くはないんだよな。はい、オールドファッションが食べたい。オールドファッション、100点でした。いいね。やっぱシンプルなドーナツっていうのは本当にね、いいよね。年取ってから良さに気づいたね、私は。若い頃、味しないじゃん。ぷーって思ってたけど、味するもんね。それは合格でしょうよ。このクオリティよ。あんな綺麗な均等な色のドーナツ作ったらもうプロよ。はい。420円。ふんふんふん。まあまあって感じ。増えてる増えてる。じゃあ本日ラスト、もう一品作りましょうか。ね。ああ、でもいい感じ。次回からもうどんどん新メニューをどんどん作って、ね、ストーリー進めれたらなっていう感じですね。今回オールつかさでした。つかさ会です。はい。まさかのじゃない。曜日の問題なのか、何なのかわかんないけど。あとは、じゃあ、モナカ行こうか、モナカ。小豆を茹でるのはもう基本的にあれと一緒ですね。あの、ドラちゃんと。うん。ちょっと地味な作業ですよ、これ。ドーナツは今食べたくなったけど、まあ、モナカを、え、モナカ食べたいとは、ならないかな。いや、あのね、でも、あ、でもそうだね。今年入ってからモナカ一回すごい食べたくなって買ったことはあるな。うん。個人的に私が好きなモナカは、あの、餅が入ってるモナカが好きですね。何それと思った人いるでしょ。スーパーのなんかそういう和菓子売ってるコーナーに売ってる。
まに買っちゃうな。ペッ。ほんと強火の演出怖いね。よいしょ。え、なんでブ？嘘でしょ？嘘だって言って焦げちゃうじゃないのよ。砂糖入れてんだから。でもさ、モナカの皮って作れるの？うん、作るのは作れるか。あ、そっか、焼くのか。そっか、え、すごい、この型いいね。なんかさ、なんだろう。言ってしまえばほんとなんか、いいしょ、正しい感じするよね。なんか、ジャパニーズクオリティ。いいね。ちょっといいモナカのさ、あのモナカの生地と皮、これとあのあんこが別入りで売ったやつとかあるじゃない？好きなの。食べたくなってきたな。さっきあんなに本当にモナカ食べたいなんてならないよねみたいな、プーみたいなこと言ったのに、もっと食べたいかもしれない。危険、このゲーム危険かもしれないよ。食べたくなっちゃう。よいしょ。いいね、いい音だね。そうでしょう、すごくいい出来でしょうよ。塗っていくのね、はい。まあ容量としてはこれもあれと一緒ですね。どら焼きと一緒ですね。うん、まあ、ちょっと塗り方違うけど、よし、4も時間用意されてる。かかるんだろうね。よいしょ。まあこれ全部分だもんね。コラーもなかって全然美味しくないと思ってた。うん、いわゆるこう、私はやっぱ おばあちゃん子だったから、そのもらってくるんだよね、よそで。やっぱこういうのをね、うん、もう全然美味しくなかったもんね。え、チョコレートでよくないみたいな。同じ甘いだったらチョコとかクッキーとかケーキとかでよくないみたいな。モナカみたいな。あんこええみたいな。ね、あるよね。みんなでもそういう時期を乗り越えて、こういうの好きになるのよね。うん。不思議よね、なんかね。私は別に若い頃から好きなものも今も好きだけどね。うん。さあ、ラス1、ラス1。はい。完璧。これもお給料いいんじゃない？決めつけだけど。え、嘘でしょ？あ、ちょっとあれかな、やっぱなんか。まあ、99点ならもう合格ですよ。うん。いや、褒めてください。褒めてあげるお金いっぱいください。うん。あと何回作っていくかな。あと1、2、3、4、5回作ったらストーリー進むんじゃない。結構かかるな、そう思うと。
よし。ということでですね、無事なのかいろいろ買ったりとかできたので、まあまた次回もね、どんどん新メニューを作っていきたいと思います。はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。